ベテラン寝音漫才師の宮川大輔、花子、宮川大輔イコール73、宮川花子イコール68が10日、大阪市内の吉本興業本社で会見を開き、4年ぶりの漫才復帰を発表した。ガンバグランド花月 NGK の地下にあるイエスシアターで、5月1日にイベント、宮川大輔、花子のお待たせを開く。写真、仲良し、宮川大輔を見上げてにっこり笑う宮川花子。妻の花子は、2019年12月に血液のがんの一種である多発性骨髄腫であることを公表し、一時は余命1週間とも宣告されながら、厳しい闘病、リハビリを経て、復帰。昨年4月の伝説の一日では、吉本新喜劇のゲストとして NGK の舞台に立った。一方で治療は続いており、昨年10月29日には救急搬送され、心肺停止寸前となったことも明かした。夫の大輔によると、集中的に抗がん剤治療などを行っていたところ、肺に水が溜まって、要するに水を飲んで溺れた状態だったという。花子は朝に呼吸が全然できず、と振り返り、それでも自分で救急車を呼び、救急隊員が来て、肩に手を置いた瞬間に、意識が、落ちた。3日目に目が覚めた、と語った。花子は、車に乗ってたらアウトだった、と医師から伝えられ、周囲も覚悟したという。意識が戻り、大輔さんから大事な話があります、からの、大輔の言葉は、オリックス優勝したでというも溢れるものだった。筋力が落ち、車椅子で生活するが、喋りは変わらず。この日は開口一番、生きてますよと大声を張り上げ、副作用で全身の体毛が抜けた。エステいりません、などとボケまくり。主治医からも、花子さんやったら大丈夫、とお墨付きをもらったと笑顔を見せた。そうした中で、朝起きてベッドから出ていろいろしますやん。生きるってしんどいわ、と本音も漏らした。顔色の良さに触れ、化粧多めにしてるから、と笑わせ、昨日はめっちゃしんどかった、と一心一体ながら、頭ははっきり。そこは大輔と違うことです、と夫をいじり、幕笑を誘った。宮川大輔、花子の漫才披露は、19年6月に名古屋、フォース演芸場で行って以来、4年ぶりとなる。イベントでは、桂陳念、宮川珠子、夫婦円満、フリーサイズ、センダラー、インディアンス、さやか、ナニーノーズ、繊細ピアニストが共演する。